どうも IS120% のとこブス島です。集まれ動物の森実況プレイやっていきたいかと思います。はい、クリスマスイブです。今日こいつ何柔道着着て歩いてね、さすがストーカーだな。いやー、特にね、なんか面白いことも思いつかないんで、まあとりあえずね、クソ3密守りやがれこの野郎は。クリスマスイブの日は、おう、じゃあ行くか。はい、さあどうなるんでしょうね今回ね。はい、おう、お前何かぶってんだこの野郎は。お、皆さんこんにちは。はい、ただいまブス島トン時刻は、はい、24日木曜日の1時4分です。真っ昼間から何もやってるんでしょうか。こいつ何一人でクリスマス気分、クソムカつくな、このチワワじゃねえや、なんだっけ、シズだよ、シズ。今日はクリスマスイブ、プレゼント袋を背負った方が島に来られているのを見かけましたよ。泥棒だろそれ。見つけたらプレゼントおねだりしてみてはいかがでしょうか。円錐切りやってやんや、円錐切りや。それでは良い一日を。お前な、独り身にとってな、これほど辛い日はないんだぞ。良い一日だこの野郎。こいつ本当にもうマイク口の中突っ込んでやろうかな。もうそこのコーヒー顔面にかけてやろうか。はい、というわけでやっていきたいと思いますね。いや、恨み節ばっかですね。もう多分3時間くらい話してられますよ多分。まあまあまあいいでしょう、行きましょう行きましょう。ニコじゃねこの野郎。はい、誰でしょう。未来のインフルエンザ、あ、インフルエンサー、ゆうさくさん、ゆうさくとよりお越しでございます。さあ来ましたね、早速このじみた島にいらっしゃいということでね。ゆうさくさんも始めていただいても楽しいなこれはな。どうもこんばんは。おゆうさくとのゆうさくさん遊びに来ました。いらっしゃい。あ、なん、何来ましたよ。キャバ嬢みたいな格好で、ゆうこちゃん。いやちゃんとオーソドックスなサンタで来ましたよ。来ましたね。じゃなくてゆうこですよ。ゆうこですか。あ、次も来ましたね。あ、女性ですか。お、はい、あ、どうもどうも、誰か来ましたよ。今、おって聞こえたけど、なんかね、ちょっとフライング、フライング気味で聞こえましたけど、あの、期待を裏切ることが来てくれると嬉しい。あ、カーズさん、ナゴミ系トラブルメーカー、ポコチン恐竜島からお出まし、あ、ポンコツか、あ、ポンコツ恐竜島から、カーズさん、まあ、エディさん、イキンマンさんですね。いやいやいや、いろいろお世話になってるんですけど、声出し NG ということでね、やっていって、おります。いやいや、いつもね最近お世話になっているんでね、はい、もう非常にありがたい感じでございます。これで全員か、あとマンハッタンさんだけか。うん、うん、あとはない。ああ、ああ、そうだそうだ、肝心な人いたわ。まずくないですか。忘れてないです。おお、星が来た。一金じゃねえ。一金じゃねえ、星じゃねえか。しかもなんか下駄っていうかセッタ履いてるし。すげえ、すげえ出たちだな。いやー、もう皆さんいいですね、いいですね。インパクトあるわ。インパクトある。俺もクリスマスな格好ですからね今回。おお、ちゃんとね、おお、素晴らしい、ちゃんと袋も置いて。袋持って。あ、こんばんは、星です。こんばんは、星です。星です。どうもどうもどうも。ちょっと見えづらいかもしれないんですけど。はいはい。私ガーターベルト履いてるのよ実は。自分の趣味丸出しだな。私だって網タイツっすよ。網タイツっすよ。自分の好みがバレてしまった。バレてしまった。ってことは、カズさんはセッタが好みということで。いやー、いいな、セッタ最高だ。私はエンジニアブーツですよ、もう。ガーターベルトですよ。エンジニアだけに？エンジニアだけに。エンジニアブーツ。え、まったく。はい、ということで、ゆうこちゃんには出て行ってもらいましょう。はい、お疲れさんでした。嘘だ。というのはあれですけど。あれ、じゃあちょっと出資元のあの方が来ないっすね。ねえ、あの、おお、しかの、あ、噂をすれば、噂をすればなんとやら。ああ、まあブス島さんね、だってこういう放送で喋れたこといっぱい喋ってるから、ね、いっぱい喋ってます。今年はね、はい、ちょっと具体的には言えませんが。言えませんがね。はい、道なき道を行く変質者ルーカビーさん、ダークプリズンマカリトから。なんか今なんかあって聞こえてる。あの、収録してますんで、ちょっともうちょい、あの、優しくお願いします。もうちょっと、そうそう、タイミングを考えていただけ。キャラ作って、キャラ作って。お願い、お願い。お願い。こんばんは。せっかくクリスマスですから。ていうか、寂しいな。ルカピーさんも寂しいな。
言うね。ナムナ。素が出た。はい、ダークプリズンと。さあ。ルカピーさんとね。もういやいやいや、どうもお久しぶりでございます。久しぶりに集まりましたけど、あとマンハッタンさんがちょっと遅れるってことなので、うん、まあとりあえずなんかやっておりましょう。ヒーラー遅れてくるみたいなノリで。そんな感じですよ。そうそう、いやーみんなもうクリスマスな格好でいいですな。そうですよ。そうですよ。ポンコツ師匠チーズ。おお。さあ、早くパーティーしようよ。パーティーしよう。パンティーしようぜ、パンティー。パンティー欲しい、パンティー欲しいわ。16連射。じゃあ早速行きますか、会場。こっちに用意したんすよ。あ、ここちょっと踏まないで、現場なんで。そこ現場なんで。踏まないで。一体何が起きたんですか。ちょっとね、いろいろあってね、ちょっとこれ現場なんで、ちょっと現場保存しなきゃいけないんですよ。あ、分かった。お前、第一容疑者これ。そうそう、やばいもん見せたらいいのか。そうなんですよ。でね、あの一応なんかプレゼントよこせとかいうか、そこのね、あの餌がいるんですよ。餌餌っていうか、あのここに材料、食材、サンクスビギンズ、はいはいはい、あ、こいつで、こいつね、話す角度間違えると口がね見えないんですよ。あー、はい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 、そうそう、あ、そうそう、カズさんのね、その角度一番いい角度で、おお、なるほど。そうそう、この泥棒袋くれるんですよ。あー、そう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 、それプレゼント配れとかわけわかんないこと言うんですよね。うん、まあその辺はね、後で大人の事情でね、戻しても全然いいんで大丈夫なんで、まあとりあえず行きましょう。こっちにパーティー会場を用意しましたんだよね。ほらどうこのね、昭和の町内会みたいな、この間違った。何これ、町内会じゃん。なんだ、昭和なのか。昭和のあの町内会のあのちびまる子ちゃん世代の間違ったクリスマスですね。あの水島さん、はい、水島さん、はい、なんでここにちょっと聞こえてたの。あの靴下なかったから持ち合わせでやってるんで。あの、この2つのこれに金かけすぎて他予算なくなっちゃったんですよ。あらららら。あのこの鍋あんころ餅入ってますから、これあんころ。あ、そうそう、しかもそこお母さんが作った手作りのクッションとかね。あのプレゼントもね、ちょっとね、もうそのままですいませんね、もう持ち寄りのもんで申し訳ないね。この町内どうですか、このあの一応ケーキ置いて。ねえ、いやいや、でもね、今時こんなブリキのおもちゃ誰が求めんだよ。いやいや、今時の子供は任天堂スイッチってそんな決まってる。いや、それは俺使ってるからダメだこれ。でね、ここがねポイントなんですよ、これ。ほらね、町内会の大人たちがここでタバコ吸ってる。ああ、大事、これ大事、なんかイメージある。大事、これ大事。どうすか、このポイント高いよ、これポイント高い。高いでしょ。高い。30ポイント。しかもこのビニールシートでね、この小惑星感じのこれ、ホープスってさ、若葉ですよ、若葉。しょっぽじゃないです。いや、どうですか、多分動物森いろんなクリスマスやられてる方いっぱいいると思うんですけど、これほどね貧乏くせえクリスマスの会場ないと思いますよ。須島さん、ちょっと様子がもうちょっと出した方が良かったんじゃないですか。そうかな、ね、いや、一応ルカピさん、ちょっとどういうこと。やだ。しかもね、予算ね、これで使いすぎなくなっちゃったな、お前。一気に邪魔すんだよ、ちょっと、一気じゃなかったけど。この段ボールがまたほんと貧乏くせえなと思ってね。え、なんかもう急いで用意しました的な。いや、ほんとに、ね、急いで用意しちゃった。子供会とかのやつっぽい。あ、そうそうほんとは、ね、あのマイデザで、あの第何回ってセロテープで止めた夏祭りっていうのを作りたかったんですよ。その後ろにクリスマスって書きたかったんですけど、ね、それの中にね、ちょっとこう安いね、お菓子がちょっと入ってる、ね、そうだからこう、あんころ餅、お、来たよ、誰だ、まさか、まさか、ざわ、ここ BGM 変えなきゃダメだな、これ。はい、来た、割りかしごみ。近くカビンさん来ましたね。来たー。私の動物の森のすべての元凶でございますよ。これがなかったら多分やってなかったっていうくらいね。あ、どうも。あ、来たぞ。
来ましたね。愛よ君の理想に、おとなしくなれない、 Can you keep a secret。 来ましたよ。来ましたね。もうあの、おー来たよ。やっぱり誰だ。Can you keep a secret、 Can you keep a secret。なんか、はい、ちょっと110番通報、110番通報だ。いやダメだ、俺と同じような格好してんもん。いや、ブスジマさん、これさっきの現場って多分犯人この人でしょ、これ可能性あるな。うん、絶対そうだよ。ちょっと迎え行こう。あのすげえね、貧乏くせえクリスマス会場作ったんすよ。すごい、昭和、昭和。宇多田ヒカルでこんばんは。宇多田ヒカルでこんばんは。こんばんは。こんばんは。あ、イキマン、こんばんは、イキマンさん。あ、声出し NG なんだよね。声出し NG ですけどね。いや、イキマンは星になりました。あれ、あ、こんちゃこんちゃ、ほら、クリスマスらしい格好しよう、俺も。あ、いいですね。いいでしょ、いいでしょ。あ、いい、あ、なんだなんだ、うん、そういうお店に見えるな。あ、そういう、お、どう、まあ、こっちこっち、現場も作ったしさ。現場。うん、絶対、絶対お直しするかな、今日は。絶対世直ししてやるからね。世直し、おちこち、あの多分動物の森ひろしといえどもね、俺のような会場を作ってたら誰もいないと思いますよ。ほら、他に見えるのよ。ここからほら、関口ひろし、関口ひろしじゃない、関口ひろし、関口ひろし、関口ひろし、うお、マイクになった。いやベイスターズいる、ベイスターズいる、ベイスターズ。横浜ベイスターズ、横浜ベイスターズがいる。ほらほらほら、どうどう、このハリボテのクリスマス会場。いいですね。小惑星さ、このお母さんの手作りクッションとか、あんころ餅の鍋とかね。これはいいですね。特に何がすごいって、ツリーの一番上の星がもう動いてるってことですよね。あー、やっぱり、やっぱり、うん、見てくださいよ、逃げてますよ、永遠に。永遠のゼロですか、あなたは。というか、知覚過敏さん、寒くない？え、町内会の餅、寒くねえか、大丈夫か。大丈夫、アフロで守られてるんで。あ、およよけよけよけ、アフロなんで。遅れました、道に迷ってしまった。なんかどこでーす、どこどこ。あ、いるいるいる、イエイイエイイエイ。いや、こう見るとやっぱり優作さんが一番普通だな。いや、でもガーターベルトですから、僕の。あ、そうか、ガーター、ガーターガーターです。ガーター、ちょっと座って座って、ガーター、え、娘さんって見せちゃっていいのか。あ、ええ、大丈夫、大丈夫、うち大丈夫、大丈夫。どれだ、あの、オープン、オープン、オープンザバビロン。あ、それうちだ、オープンザバビロン。イエーイ。あ、じゃあ分かる、ちゃんと。あ、すげえ、白いパンツだ。そうですよ、セクシーですよ、セクシー。俺、網タイツよ、網タイツよ、俺。娘さん、網タイツ、網タイツ。料金取りますか、料金。料金取んの、あとで取られる、セクシー。300円くらいなの。あ、一万た、結構リアルな金額だな。リアルって言わないですか。よし、プレゼントやるぞ。あ、おお、くれ、くれ、俺プレゼントなんもねえよ、おい。並べそこに、一人ずつ。はい、はい、はい、もう真っ先に俺並んだよ。よし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 。じゃあね、ブス島さんにはね。お。よし、じゃあ。はい、あ、ありがとう。いや、マジで嬉しいわ。はい、ありがとう、ありがとう。おい。誰？誰？次は次誰？はいはい。オッケー。はい、ええ返事や。ええ返事や。ええ返事しとる、貴様は。はい。じゃあ貴様にはな。貴様にはじゃあ。ほら。やったー、ありがとう、長靴だ。あ、これ嬉しいよ。俺そこに捨てといたわ、俺。誰？次誰や？次は誰や？よっしゃ。 あ、巨人か。巨人か。遊び狂う男に似合うプレゼントは何だ。よし、遊び狂う巨人にはな。よし、よし、じゃあ金玉や。はい、マジ持ってけろ。あ、マジ嬉しいな。ありがとう。次誰や。オッケー、サレ、サレ嬉しいわ。次誰や、欲しいか。誰や、うどんの、うどんの欲しいか。欲しい、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 分かった。オッケー。おお、なんか魔法とさす、風車で頭さしとけ。マハタさん、俺からもクリスマスプレゼントいいかい、あげて。あ、いいですか、いいですか。あげろあげろ、もちろんもちろん。あった。ほい、さっきそこで拾ったんだ。なにこれ。枝。小技。さっきそこで拾ったんだ。小技チームじゃないですか。そこに落ちてた、ここに。ここに落ちてたよ。やったね。一番の収穫かもしれない。今週一番。今週一番の収穫。プレゼント。なになに、あ、ダンボールベッド。まずじゃあ、
最高やな。ルカプさん、ルカプさん。はい。ルカプさん、前へどうぞ。俺もじゃあ、ルカピさんなんかやるか。そんなね、まんまじゃなくてね、ちゃんとこういうね、ことをしないと。ちゃんと、ほら、あの、ルカピさん。プレゼン。そう、ちゃんと、ね、プレゼント方に進んできましたよ。ラッピングされとる。えらいな。ちゃんと、最後まで。今度絶対にモーデスでぶっ飛ばすからな。おああルカピさんやっぱね、イキマン絶対大事だから、イキマン絶対モーデスでぶっ飛ばしたるルカピさん。ルカピさんこれあげるわ。ぶっちぎってかかるからな。持ってけ、見とけよ、見とけ、ね、バンブーバンブーだ。はーい、あとそうだ、マンハッタさんプレゼントです、どうぞ。はい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 、ダイヤクトに似合うプレゼント、やったね。もう大悪党に似合うものですからね。お、間違えた。じゃあ間違えた。え、マジ？間違えた。見とけよ。さすが。カズさんにもあげようかな、俺。じゃあ。やったー。カズさん、カズさん、これ。あんまり変わってねえな。はい。あんまり変わってない。まさかそれをつけてくると思わなかった。あ、それカズさんにあげたで取りやがった。はい、じゃあカズさん前へ。前。前。今横取りしたよね。いけない。してないね。してないね。私の前どうぞ。してないね。すげえ、みんなプレゼント用意してたか。プレゼントどうぞ。一金満に似合うプレゼント。何一金満、何もらったの。おお。絶対桃鉄でボコボコにしてあるからな、見とけよ。桃鉄でボコボコにされる一金満。マジで見とけよ。すげえ、ちゃんとみんなプレゼント渡してんな。さあ、最後は。お、島さんですか。なんか捨ててねえか、なんか捨ててねえかこれ。落ちてる落ちてる。一気マン、これ一気マン、これ一気マンのプレゼント。じゃあ、島さんに似合うプレゼントはこれだ。お、マジか。はい、どうぞ。お、ありがとう。絶対これ島さんが好きなやつ。とろと、なに。絶対好きなやつ。あ、お、捨てちゃったよ。マジか、もうなんで捨てんの。一気マン何もらった。一気マン。駅は何もらった。あらあらあ。トースター。マジで。いや、ゆうさくさんこれさ、俺、はい、これ中に詰めなきゃいけない、これもしかして。いやーね、何を詰めるか、まあ仏島さんの自由ですから、ご自由にどうぞ。そう、わかりました。これね、ちょっとね、後でゆっくり飾ってねってことなんで、ちょっと、じゃあゆうさくさんに俺これじゃああげるわ、これ。一金がなん、はい、一金がなんかプレゼントめっちゃ配ってるけど、一金。金玉。やった金玉2個ゲット、やったぜ。やったね。どうした、急に。あらあら、なんかプレゼントいっぱいあるじゃん。なんかマジで。あ、ありがとうございます。じゃあこのあの巾着袋もらうわ、これ。何かな。あ、捨てた。やっぱり捨てるでしょ、マジかって。扇風機。難しい。あら、ビーチボール。やったね。紙ブック。俺さ、あのなんか俺せっかくクリスマスなんか俺ハロウィンなんだけど、一人だけ。おお、よしよし、じゃあかき氷切って、よしじゃあ一金マンにこれあげるわ。賢者の石。賢者の石。あ、そうそうそう、賢者の石。あのルカピーさんとマハタさんさ、はい、そうそう、二人さ、ここ入りゃいいんだ、ここできたんだよ。こっちこここ入れ、ここ、ほらこれこれ入れ、二人で。ああ二人行けや、二人で。これいや、これはアフロが、またアフロがちょっとワンサイズでかくなるかもしれませんね。行け行け行け、ほら、アフロが、あの、オッケー、一番奥の部屋もう空いてっからよ。オッケー、マジか。ちょっと二人入ってくる。いいね。いや、クリスマスにぴったりでしょ、これ。もういや、これはいいね。これはちょっと、分かってるわ。分かってるでしょ、ちゃんとね。すごい ちゃんとね、中途半端だけど、まだできてるから、これ。とりあえず。いやらしいとかっていう意味じゃなくて、ほらほら、でしょ、うん、これはいやらしいとかっていう意味じゃなくて、うん、アフロが湿っちゃいますな。これちゃんと待合室もここあるからよ。待合室もあるから。なんかすげえ。どうよどう。奥の部屋あるから。待合室もあるからね。これは。どうよ。事件の香りがする。これ奥の部屋行くとね、奥の部屋感染しちゃう、とりあえず。あ、いいね。いいでしょいいでしょ。いいね。うん、事故物件だからこれ。ほら。いいね。どう。おお、ちょっと待って。事件が起きてるぞ。大丈夫大丈夫。事件が起きたところではな。ちょっと。二人で何イチャコラしてんすか、二人で。その後。
その後、はい、その後事後事後事後だよ事後だよもう一気マンが風車を持ってふーってやってるんですけどカサスいやーこれはいいでしょう。いいですねこれはいいね証拠さすよ証拠さすよ。いいですね取っとけ取っとけもう非常にもうツイッターに拡散してね大炎上これ大炎上だこれこれがクリスマスだろうやっぱりなあのこれだってねえ、うん、ほら制服もあるある、ね、もう楽しめるチャイナ服もあるしあるし楽しめるよもうこれ個人的にチャイワ服がやっぱりいいですね。うちの島アミューズメああ降りちゃダメだよここあれここ奥からあほらマハッタさんマハッタさんほらバイブオプションオプションほらやるから、はいはいはい、これここいいよ。言っとくけど一気マンが持ってる風車もそれバイブやからなこれ人がいるから置けねえわあマジかちょっとこれはほらあ、まあいいや。ある。一気マンが持ってる。一気マンが持ってた。持ってた。一気マンが。俺松茸用意したんだよ松茸。バイブ。松茸用意。ちょっとやべえやべえやべえ。えいえいえい。最低のクリスマスだなおい。でなんかペペローション作ってるって噂になってますけどいやいやそれね違うゲームなんだなそれあ違ったの違うのここねあれなんですよあの動物たち食材する部屋っすねあそうなんですかなんかほらペペの泉になってるって聞きましたけどペペの泉はないっすねまだペペの泉はないかほらほらいい、ね、これチャチャマルっすよこれチャチャマルこれこれチャチャマルいい、ね、買い殺しですねうんチャチャマルチャチャマル牛島さんこのベッドなんですか、はい、なんかに2アングルで収録してるけどこれどういうことあこれね、あのディスカバリーチャンネルみたいな感じでああの食材がどうなるかっていうのをこうやってるわけですよ。なるほど、うん、ポルノハブじゃない大丈夫ポルノハブじゃない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 って言ってよかったねよかったね今ポルノハブじゃなかったよかったね今よかったねまあ不協和音ね流れてますあピーンってこれだからそこくしゃみしないのねこれよく考えてんなさすが微妙な微妙なねなんか入れてるみたいに見えてんぞこれアハ体験ですよアハ体験アハ体験ですなアハ体験はいスクショはいスクショいただきましたスクショいただきますスクショいただきますいただきますスクショスクショあのマハタさんはい、生きまさん、ルカピーさん、もう優作さん、最低だな、俺ら。あ、本当出てくるの全員ベッピンさんだな。薄島でいいや、こっちはそうベッピンさんだけどタイプではねえな。恥女だな、性格。いやね、あんまりそういうことしたくないんですけど、あ、キーボード勝手にめっちゃドストライクだな。いいっすね。まあまあまあ、ソフトボールだけにね。下水な主人公常識では考えられない発言コンストラクションブス島あなたが体験するのは明日かもしれない。